どんなあなたでも、それはあなたの個性なんです。私はですね、昔皆さんと同じように、心理学にまあ多少は興味があったけど、ほとんど興味がなく、皆さんは YouTube で事故のように私と出会われたわけですけれども、私は私の先生、まあビジョン心理学っていうのを作ったチャック・スペザーの博士、まあこれは私の先生なんですけれども、この先生とまあ事故のように出会うわけですね。とある人の紹介で、東京でですね、まあ2時間ぐらいの、セミナーの前に、プレ講座っていうのがあったんですね。夜の2時間ぐらいかな。で、その時に、まあ行ったんですけど、まあもちろん通訳付きなんですけれども、レクチャーをするんですが、何喋ってんのかわかんねえ、みたいな感じだ。で、私は、まあちょっと興味があったんで、まあちょっとだけ、まあ挨拶をしたぐらいなんですけれども、でもまあ、行かなくていいなと思ってたんですけれども、明日から富士山のふもとの西湖でセミナーがあるよっていう前日の、そうですね、夕方5時ぐらいに、なんか、やっぱり行ってみようかなっていう気になって、まあ人生で初めてワークショップっていうものに参加したんですね。それは11月の1、2、3、4、4日間のワークショップだったんですが、その当時私っていうのはですね、実は婚約者がいたんですけれども、まあその当時の私っていうのは、まあ今日の質問の中でも答えますけれども、もう本当にどうしようもないクソだったんですね。もう本当にもう遊び倒してですね、放蕩息子というのはそれは私のことのよう。まあそれぐらい悪い子ちゃんだったわけですけれども、あまりの可愛い一人息子の放蕩ぶりに、うちの両親は見合いをさせて結婚したら落ち着くだろうと思ったんですね。まあ古典的な親の手法ですね。そして私は人生でまあお見合い研究家と名乗れるぐらいお見合いをしました。パコンみたいな獅子おろしっていうんですか、あれがあるようなところで、あとは若い者で池の周りを散歩でもしてきなさいみたいなやつをもう何十回ってやったんですね。ところがですね、結婚する気なんかもうさらさらないんです。こっちはもう罪悪感の保証行為っていうやつですよね。で、ある時に面白いお見合い相手がいたんですよ。平さん、実は私ね、ちょっと前まで不倫してたんですよ。まあ30年以上前の話ですよ。え、そうなの？でも普通お見合いでそんなことを言わないよね。なんか平さんだったらなんか言ってもいいかなと思って言っちゃったんですよ。変な子って感じ。心理学では自己開示の変貌性って言うんですけど、まあ君がそう言うんなら僕も言っちゃうけど、実はあんまり結婚する気はないんだよねみたいな話になっちゃったわけですよ。まあ向こうが本音で喋るからこっちも本音で喋っちゃおう。ところがですね、そのお家に帰って、どうだった今日の平さんっていう人はって言って、なんか結婚する気ないみたいよ、どういうことなんだって仲人さんに文句を言っちゃったんですよね。当然仲人さんは激怒して、うちの親にどういうことなんだ、うちの親は平だけに平謝りちょっと笑い声、もうちょっとボリュームアップした方がいいんじゃないですか。はいはい、いい感じ、いい感じ。盛り上げないとね、もう、気性が感じられますからね。地震の前の、引き潮みたいな、もう、海の人は、ワカメがもう見えるぐらいの引き潮ですけれども、うちのお父さんもお母さんも平謝り。で、こういうことになって。次の見合いで、結婚するか、この家を出ていくか、どちらかにしろって怒られたんです。私は養子もらわれっ子なんで、この平の家の跡取り息子としてきた恩義理がありましたから、わかりましたよ。もう散々の放蕩三昧を尽くしたし、
俺さえ辛抱して両親が喜ぶなら犠牲しますよ。で、次の見合い写真が来たわけですよ。運命の見合い写真って私は呼んでますけれども、ドーン。そしてこの人と結婚するんだ。パターンって見た瞬間に順次基準ですよ。順次基準。いっぱい見合いしましたけど、過去最低だ。私、その人と婚約しました。まあ、いっか、俺さえ我慢すればな。そんな状態で、この11月の1、2、3、4のワークショップを出たわけです。まあ、動画をご覧にいただいてる、まあ、ちょっとお勉強された方であれば、このような状況っていうのは、真実の結婚じゃないって、バカでもわかりますから、思いますよね。でも皆さん、私の立場だったら、このセミナー4日間受けたお父さんとお母さんに、お父さんお母さん、この結婚は真実の結婚じゃないから、破棄します。言える？もうめっちゃ喜んでますからね。報道息子の順次がようやく結婚してくれるんだ。で、なこと言えるわけねえじゃねえかと思ってるところで、11月の3日、セミナーの3日目でしたね。こういうワークをしたんですね。本当にあなたが煮詰まって、もう道がどうしようもないような時、あなたはあなたのプラン、考え方で答えを探していますか？答えがないっていうことは、あなたのやり方や考え方の中に答えはないから、全く発想を変えてしまう必要があるんですよ。は。で、今から、とあることをやりますけれども、うまくいくと2ヶ月以内にあなたの人生が激変しますと言われています。で、私11月3日だったから、数えたんです。2ヶ月以内っていうことは、12月3日の1月3日。私の結婚する予定は1月の13日だったんですね。間に合うじゃん。で、その時に何をやったかっていうと、私はすごく、まあ、両親を幸せにするために犠牲、私が我慢すればいいかっていうことを考えたんですね。この考え方の土台は行動動機っていうのが罪悪感。親の期待に沿ってないとか、すごくいっぱいしてもらったのに俺は迷惑ばかりかけてるなとか、まあそういうやつの集合体なんですね。で、その時にこんなことをやったんですね。今日、あなたが順次がですよ、結婚してます。僕のイメージでの結婚っていうのはすんごい犠牲的な結婚だったんだけど、一番大好きで最高に素敵な女性と順次は結婚してます。そして今日結婚式で披露宴会場の高砂の席にいます。結婚式場にいっぱいあなたのお友達や親戚の人がやってきてますが、みんなどんな顔してますか？え？そこには本当に心から大好きな人と結婚した順次がいます。ん？だったとしたら、その時に私が垣間見たのは、みんなが笑顔で笑ってるっていう映像でした。まあイメージですよ、僕。そして、あなたの両親とかはどんな顔してますか？なんかすげえ喜んでるみたい。で、嫌なことを言われたんですよ。あなたがどれぐらい犠牲を望んでいても、あなたの顔や表情が浮かない顔をしているとき、あなたを愛する人はその顔を見て幸せにはなれません。あなたが最高に幸せなときだけ、そのあなたを見て、みんなこう思うんですよ。嬉しい、よかった、嬉しい、よかった、嬉しい、よかった。でも僕はこう思いました。そうかもしんねえけど、もう間に合わねえよ。で、今日、もしそんなことが起こったら、どれぐらい嬉しくて、どれぐらいみんなに感謝できて、どれぐらいお母さん産んでくれてありがとうって言えるか想像しましょうね。って言われた時にって感じで、まあ、その他もろもろいろんなことがあって、
もしそんなことが起こるんなら奇跡と言われるのかもしれないけど、そんなことが起こったらっていう準備、俺全く考えてないな。ちょっとだけそんなことが起こったら、まあ、会ったことはないけど、神様なんか信頼してもいいかな、いるかどうかわかんないけど、って思ったんです。で、12月の1日ですか ?11 月の終わりだったかな、日曜日で、家でテレビを見てると、その当時の婚約者から電話がかかってきたんですね。平さん何してんの?いや、人生いつ見ても波乱万丈。パンパカパン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 っていう番組を見てたんですが、今日約束してましたよね。大丸で、神戸大丸で引き出物を買うって。え?聞いてないよ。本当に聞いてなかったんですね。実は仲人さんがうちに連絡するのを忘れちゃってたんです。今日は無理だよ。うちの両親ももうちょっと用事で行っちゃうし、僕も今日昼からちょっと約束があるから、明日はどうって言ったら、いや、もう明日はこっちの用事があるから。で、それをきっかけに、両家が揉め始め、仲裁するべき仲人さんは俺のせいだと思い、ばっくれたんです。ボッって燃え始めたのを、順次は一生懸命ガソリンを足しました。そうすると、ブーなんと12月の中頃ぐらいは、この結婚がなくなっちゃったんです。結婚式1月13日ですからね。で、当然、1月13日から結婚式と新婚旅行、確かハワイだったと思いますけど、休暇を取ってますよね。で、することがないから、と思ったんですよ。そうすると、まあ、あの11月の1、2、3、4に行ったチャック・スペダークのワークショップが長崎で、1月の13、14、15がある。暇なんじゃないですか。婚約、結婚式なくなっちゃったから。じゃあそれに行くわって言ったら、その1月13日に今のうちの奥さんがそのワークショップに参加して出会ったわけです。つまり私は今の奥さんと出会った時、その日は実は本来なら他の人と結婚する時だったんですよ。で、当然ながらその頃の私はこう思ってますよね。たまたまで、お付き合いが始まったんですけど、まあ、あまり良い子じゃないって言いましたよね。その時代っていうのはまだですね、携帯電話がなく、ポケットベルっていう、若い子わかんないだろうな、ピー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 ってなるやつですね。で、必ず電話番号が出るようになってるんですけど、電話をかける側は、その番号を言ったら、メッセージをどうぞって言ったら、電話番号を打つと、そこのに電話番号が出るので、こっちからそこに電話かけるっていう、そういうシステムがあったんです。携帯電話以前はね。うちのおばあちゃんなんかよくですね、僕のポケットベルをかけようと思うと、メッセージはどうぞってこう、電話番号打たなきゃいけないところなんだけど、よく、じゅんちゃん、醤油切れだからこうできてとか、よく言ってましたね。もちろん一切そういうことは伝わらないですね。携帯電話じゃないですか。そんなぐらいの時によく彼女とデートしたら、家から携帯電話やポケットベルが鳴るわけですね。で、電話すると、今日ご飯いるの?とか、早く帰ってきなさいよとか言うんです。その頃僕は彼女の前では、すんごい優しい順次だったんだけど、ちょっと待ってね、クソやから、携帯じゃなくてポケットベルが鳴ったからって公衆電話で、ああ、わかってるし、もう切るじゃん、もう、本当に、バカー、出ちゃう。ところでね、っていう人だったんです。どうでしょう、皆さん、こんな男、信じられますか?あ、すいません。こんな男に癒されようとしてる皆さん、信じられますか?うさんくさいでしょ?うさんくさいんですよ。で、うちの彼女、その時の、まあ今の奥さんですね、が僕に言ったわけです。あなたはもう僕セミナーとかも行かないでおこうと思った。本当に癒される必要がありますよ。って言われたのがカチンってきたんですね。10日間のワークショップがありますから、それにあなたは行った方がいいです。
あなたはそのワークショップに行くか、私と別れるか、どっちかしなさい。今日ご覧の皆さんに言いたいことは、男にはそれぐらい言わなきゃいけない時があるよ。もうね、同棲期間が長いとか、もうズルズルダラダラしてる男の心理は、順次はすげえわかります。勝負をかけた奥様偉かったですよね。じゃあ言ってやるわ、お前のためじゃないからなって言って、君の言う通りだった。そっから全てが始まるんですね。でも皆さんに言いたいことは、もし人生がうまくいかない時っていうのは、心理学っていうのはあなたの考え方に何か間違いがありますから、考え方をちょっとこういうふうに変えてみないですか、ああいうふうに変えてみないですかっていうこと。そうするとですね、あなたの考え方を変えると、あなたの言葉、表情、雰囲気が変わるんですよ。そうすると今まで言えなかったけど、前から言えなかったけどさ、暗いよ、暗かったよねとか、人はあなたに言ってくれるんですよ。なぜかというと、今なら暗くないから。でもあなたは自分をいっぱい隠してしまうと、透明人間みたいになっちゃったりするんですね。そして多くの人は自分の悪いところをどういうふうにして隠そうっていうことばっかり考えていますけれども、我々が提案するのは、あなたが隠れた透明人間にならずに、どんなあなたでも、それはあなたの個性なんですよ。そして不思議でしょ、こんなうさんくさい、まあうんこくさいって言われるよりもいいと思ってますけど、やつに、まあ決してかっこよくはないし、デブでしょ、体調管理多分全然できてないですよね。なんか初めて見た時に癖があるし、キモいなと思いましたよね。でも惹かれてますよね、今日わざわざ見てるっていうことは。つまり皆さんは分かりやすいオープンであるっていう人に、実はどんどん惹かれていくわけです。そして心理学っていうのは心の学問ですから、外見的なものよりも内面的な力、魅力っていうものは外見より強いんだよっていうことを教える学問なんですね。こんにちは。今日は心理学もっと勉強したい人のための宣伝だよ。一番手軽で簡単な方法は、毎週水曜日21時からニコ生ライブやってます。 YouTube でも見られるんだけど、21時20分までは無料で見れます。有料会員の皆さんになると、質問コーナー、毎週毎週平と質疑応答ができるのプラス、平のレクチャー映像が52本、音声だけの聞く丸っていうのが66本も聞き放題、ニコ生の過去の映像はなんと今80本も見放題。これ毎月550円で見れるって、もう頭おかしくないですか。ここの社長、簡単に550円で勉強し放題だよ。詳しくはコメント欄見てね。こんにちは。今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう、彼はなんでああなんだろう、そんなことを知りたい皆さんに、私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に、心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座というのはカウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは、彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼になんて言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス23,100円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス63,800円、人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは 179,300円。
もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ無料説明会というものをズームでやってますので一度来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、ズームの講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。